赤してるおは、岡山県分け群英穂村出身の実業家、銀行家。1881年3月、分け群英穂村で生まれる。旧姓岡山中学校を経て、東京帝国大学へ進学する。成績が優秀だったことから、渋沢栄一に認められ、三女、愛子の娘婿となった。欧米へ留学後、第一銀行へ入校。 1926年取締役、1928年常務取締役、1932年副頭取、1935年頭取となる。1943年三井銀行との合併により帝国銀行の会長となる。その間、1920年から渋沢倉庫取締役、1932年から1935年まで、 渋沢倉庫取締役会長を兼務。1940年から1949年まで財団法人留門社理事長。1945年には貴族院議員に任じられ、1946年4月17日に辞任した。同年行われた公職追放の対象となり、1951年に解除された。引退後は、 渋沢聖延記念財団留門社の常任顧問を、はじめ清水建設相談役、日本経済団体連合会顧問、日本経営者団体連盟顧問や、世話役を務めた。1956年9月29日死去。去年76。長男、影明は日本銀行交差局長、商工中金理事、端子協会長などを務めた。伊豆大野竹和は、味の素常務。 娘の菊子の夫は、第一ホテル社長の土屋和夫。ありがとうございます。